瞬間は日本テレビ系列局で放送されていた日本テレビ制作の気候番組であるネクスコ中日本の一社提供制作局の日本テレビでは2008年2月2日から2009年3月29日まで放送全61回毎回ゲストタレントが友人や家族と二人でネクスコ中日本管轄の高速道路及び有料道路の沿線にある 観光地をめぐり印象に残った光景を一枚の写真で表現していたミニ番組。心を動かす旬な窓かがを一枚の写真におキャッチフレーズに掲げていた。訪問先は関東地方とその周辺地域が多かった。ハイビジョン制作番組でステレオ放送を実施していた。当初は関東ローカルの番組として 土曜11時55分から12時に放送されていたが2008年4月6日からはネクスコ中日本の管轄エリア内にある系列地方局でも放送されるようになった。これらのツボネは同じくネクスコ中日本提供のミニ番組指摘動案内をネットしていたツボネである。このネット局の増加に合わせ日本テレビは番組の放送時間を 日曜23時26分23時30分に変更した。なお、滋賀県もネクスコ中日本の管轄エリア内にあるが、同県を放送対象地域とする読売テレビでは放送されていない。ありがとうございます。